てるかな何これ何これすごいすごいありがとうございますなんかいっぱいペンライトもねなんか今すごいなんかすごいのが今出たあそうちっちゃ <laughs> ちっちゃ <laughs> ありがとうねありがとうございます皆さんこんばんはいやそう今日ねレッスンだったんだけど私はそんな踊ってない正直先輩方とか そう私に比べたらもうめちゃめちゃ踊っていらっしゃるので私は全然お疲れ様じゃないんですけどありがとうペンライトもねバラもなんか花お花とかいっぱいありがとうお花かわいいな <laughs> ありがとうございます皆さんありがとうそうこんばんは <laughs> 切り出し方が分かんないこんばんは <laughs> 皆さんこんばんは あのねえっと明日はなんと東京でお話し会があります <laughs> なんかすごい今日ぎこちないどうしてだろうこんばんは今日は何これ待ってたよありがとういっぱいお花もたくさんありがとう本当にさあ明日はなんと東京でお話し会なんだけど初上陸ではないけど <laughs> 初上陸東京ではないんだけどなんて言うんだろうな明日初めてその東京で皆さんとお会いするそうしかも5日6日だからそう初めての東京でのお話し会で嬉しいんだ楽しみであの皆さんあのねずっと私ドキドキしてたことがありまして明日違う 6日に着るメイド服が「届かない!」って言ってたじゃないですかなんと今日やっと届きました <laughs> 今日やっと届いた <laughs> 今日やっとセーフセーフー <laughs> イエーイもうそれだけでその事実だけでうれしい本当になんかもう届いて もうなんか真空状態になってて <laughs> 真空状態すぎてで開けたらもうパッみたいになっちゃって <laughs> そんな膨らむってぐらいでそうなんですそうパッって膨らんでで見たらもうめっちゃシャシャだったからさっきまでアイロンかけてた <laughs> さっきまでアイロンめっちゃかけてああいう時間だと思って今来ました <laughs> そうなんですそう真空パックみたいになっててもう。 そうなんです。そう試着してみました。ぴったりぴったり。良かった。本当に。ありがとうございます。そうアイロン <laughs>。とにかく。シャーシャすぎて。アイロンかけてた <laughs>。アイロンかけてました。そう制服はもうアイロンかけて。今かかってて。で畳んで明日の準備しなきゃいけないんだけど。そうなんか一つアイロンするのかしないのかどっちがいいのかなっていうものを。 ありましてすごいいっぱいペンライトありがと今日本当にお花もねありがとうこれどうすればいいと思いますこれはそのまんまがいいのかな <laughs> これってさなんて言えばいいんだそのまんまでいいんですかねこれはもうシュワシュワだからいいのシュワシュワってかシワシワって言っちゃいけないか <laughs> いないそうこれそのまんまもうこれでこれで明日 ダメだ赤ちゃんマンにしかならないどうしてなんかもうこれえこ,うこういうものうーんこういうものですかえこういうものなのえもうこういうものわ <laughs> からないよ <laughs> なんかこういうものなのかなどういうことなんだろう <laughs> 一回髪を下ろしたらまだよくなるのかもしれないけど <laughs> こんなもの <laughs> シャンプーハットこうだし <laughs> シャンプーハットじゃん <laughs> なんでさみんなそういうものを思いつくんですか <laughs> <ねえ笑>似合わないし似合いませんけど余台かきはこうだしねこう。 こうなのかしら、こうなのかしら、わからない。あと猫耳もあるよ。わ <laughs> かんないよ。私わからない。私全然わからない。私苦手こういうの。あいいんじゃない？どう？どうですか？被るものいつ面白くないんだけど何な,なんだろう。私頭の形的にさ。 かり物が似合わないんですかねどうですか <laughs> これでいいやこれでいいやほんとに <laughs> 明日はこの私とお会いしましょうえこれが何なののこのなんか紫とさ水色のなんか面白いやつがすごい気になるんだけどありがとうございますはい明日はこれで明日の髪型どうしようかな明日は制服だからいいかだけど 何えなんか狼なのなんかさすごいなんなんだろうってめっちゃめちゃなんだよね赤ずきんの狼えどうしてどうしてって言っちゃいけないかなんで赤ずきんの狼なんですかえあ、そうなんだ赤ずきんの狼なのねあそっかそっかあれかじゃあおばあちゃんになってからの狼ってことか そういうことだよね。おばあちゃんになってからの狼だよね。<laughs> 赤ずきん。ねえありがとういっぱい本当に本当にペンライトたくさんありがとうそうそうなんですあの卸はめっちゃやっぱ自分でも似合うと最近めっちゃ自覚し始めてるからなんかおばあさんポニーが 第2のカベシャの髪型でもあるじゃないですかカベシャではないか第2の固定髪型じゃん私基本おろしでもう一個がおえさんポニーの二通りで <laughs> やらせていただいてたんだけどなんか一周回ってあ一個に絞ろうって一個になっちゃえと思ったそうなの一個になっちゃえって思った えそう昨日のセンター分けそうなのなんか昨日メールであのセンター分けの写真を送ろうと思ったんだけどあ撮り忘れたって <laughs> 写真撮り忘れたと思って撮るべきでしたよねっていうのをメールに書いてですごいなんかあそうだメールなんか遅れてないんだったなんかわかんないけど承認されなかったんだ承認されなかったっていうか 承認否認にも行かなかなったそう不具合でもないんだけどじゃあ今日もう一回送ろうか <laughs> 今日ちょっとリベンジしようかな昨日のメール <laughs> 昨日は「講演ありがとうございました」っていうメールも,もしかしたら今日また <laughs> 届くかもしれないんだけどうんでもなんか不具合じゃもうなくなってきたんだけど 昨日のは何でだろうっっってすごい思っちゃったそう届いて起きたら届いてなかったなだったんだけどそうもうそれぐらいだったんだけどだああみんな遅れてなかったんだったらじゃあみんなに便乗して <laughs> 明日の明日じゃない今日の夜に同じようなメールをもう一回送ってでまた別の安いメールを送って <laughs> そうそうします。 自分のメールは撮ってないなんかなんていうのメールの返信が見れるところからメールの承認否認とか何時に送られましたとかも見れるんだけどそうなのえでもそんなあの面白くないですよ <laughs> メールそんななんかだからおでこを昨日出したんだけどその写真撮れなくて別のおでこで代用しますねっていうやつしかなかったのであの過去に載せたことのあるおでこしかないので。 そそううなんですそうだからそのなんて言うんいいですかもう本当に「明日は金曜日だね」みたいな本当に本当に普通のこと書いてる <laughs> 本当に普通の顔と書いてるからそうなんですあおでこが出てきたそうなんです過去のおでこ過去のおでこで補わせてくださいっていう。 趣旨のことを昨日は書そう <laughs> そうそうなんですそうなんですメールはなんだろうなまださ配信ほどじゃないと思うメールは配信ほどんだろう散らばってなくないよね ヒロカッピーのメールは面白いで有名らしい有名なんですかもしかして有名になりたいよ全然あこの佐藤弘かっていう子のメールは変なメールしか来ないんですってことだったら嫌だけど <laughs> この子のメールなかなかいいですよっていうことが広まっていけば私は世界が幸せになると思うけど最近はね一日三通プロジェクトをしててで 朝早く起きようプロジェクトもしててそうなんですそうそうそうチャットはえでもチャットなんか冷静かもしれない私のチャットすごく冷静な気がするどうかなめっちゃ冷静だと思う私のチャットは冷静うん冷静だよ「牛丼昨日食べたーい!」で 終わったんだ,そうだ昨日寝る前に牛丼食べたいなと思って「牛丼食べたい」てん,てんてんでみんなには最後の昨日のラストメッセージは <laughs> 昨日のラストメッセージは「牛丼食べたい」だったんですけどそうでも何だろうメールほど感情がこうならないからチャットはそうそうそうえ嬉しい他の人取ってないから 嬉しいもうねメールはでも何だろう本当に嬉しいそれは <laughs> 冷静じゃないか好 <laughs> 確かに <laughs> 冷静じゃないかっこしちゃってるんだけど冷静ではありますはい,いや冷静じゃないように見えるよねそう,そう牛丼食べたいな私牛丼食べたいお腹すいたお腹は空いてないかなお腹は空いてるかでも チャットはなんだろうメールみたいにこう感情の波がないまだ感情の波がないって言うとおかしいか <laughs> なんて言えばいいんだろうな右往左往しないあ、今日これは食べましたとかそういうものしかないかなそうメールは散らかってるよね <laughs> それは嬉しいのかそうメールをみんなにはどう 受け取られてるのかわからないけどメールはやっぱりなんだろうな返信も返ってくるし私はすごく大切だなって思って書いてます <laughs> そうなんか日に日にいっぱいポン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 ってメールあ、これメールで書こうっていうものが出てくるからどんどん下書きが溜まってって今もう下書き百件超えてて一回削除したんだけどまた 50件もたまっちゃってて一 <laughs> 回クリアにして3通ぐらいになったんだけどそうそしたらまた下書きがまた増えてって50件になってしまいました一回100超えちゃってあこれは整理しなきゃいけないと思ってでもそのもメモ代わりにしてたの下書きを <laughs>。 何々何々例えば「明日お話し会何,何をするのか改めて書く」あとなんか「餃子って面白いな」とかそれ本当ほんとどうでもいい些細なこと書いて改めてメールで何書くんだっけあこれを書きたいんだこうやってこうやってこうやってあとなんか書かなきゃいけないことあったかな大丈夫これでよしみたいな <laughs> そうよしみたいな送信の感じなのねだから何て言えばいいんだろうな下書き。 まあもうメモの代わりで使ってるからでもその下書きを消すわけでもなく改めて新しいところで書くからそうそうなんです新しいところで書いてしまうからその下書きは残っていってそれが積み重なっていくとでもなんかなんていうのボツになったとかそういうものは全くない。ただ本当に今日 まだメールたくさんんん時間まだななないいいからそてんななんて言えばいいの待って一回頭整理するメールを書く余裕がなくてただメモだけしたいなって朝とかさそういうメモが <laughs> どんどんたまってって <laughs> ドンって感じなのでだからそんなに今下書きで消しちゃいけないようなことはあのこれからの目標についていつ送ろうかなって。 思ってるものと3件ぐらい残っててそのこれからの目標いつかメールで改めてご報告しなきゃですねっていうものをいつ送ろうっていうのとあと何だっけなあそう来年の誕生日にはこういうことをしたいんだっていうこととあともう一つ何だったかななんかあったんだよねなんかあったんだけどなんかあったんだけどうん。 メールはこのこんなふうに送るといいよって未来の自分に向けてのこ <laughs> とを書いてましたはいなんか1日に17件送ると不具合が起きてしまうから1日に17件はツとかそういうこと書いてて <laughs> だからこれを言うとまた胸の内がバレてしまうからそう私が来年考えてる策がバレてしまうからハロウィングッズ見たえっ、ー、何それ <laughs> ハロ,ハロウィンですかえそうあの皆さん今年の8月の私のメール取ってくださった方は分かってるかと思うんですけどあの8月7日に17歳最後を振り返ろうっていうことを考えて17件メール送ろうとしてたんだけどなんやかんやいろいろ不具合がいっぱい起きてその日には10件も送れなくて。 でどんどん後々8月8日も含めて <laughs> 送ってったらなんか結局最後の最後の本当に大事なメールが送れなくて結局チャットで送るっていう <laughs> それとどうにか17件を賄ったっていう感じなんですけどはいそういうものでしたえー、見たい私もぜひ皆さんゲットしてじゃあまだ見てないんだけど <laughs> 見たいな だから何にしようかなーって思ってたんだけどカウントダウン企画しようと思うあだから胸の内がバレるって言いはささっき自分で止めたのになんで言っちゃったんだろう <laughs> なんか言っちゃうんだよね私胸の内言っちゃうわ言っちゃいましたなんて言えばいいんだうん言っちゃいましたねそうめっちゃ早い <laughs> そうなんですあー生写真 出たんだ早いねあ、多分新しい私になってると思います生写真生写真新しい私のはずめっちゃストレートだとは、だと <laughs> だったと思います元旦ひだっあの不具合が1日17件で起きちゃうからそれはちょっと難しいんだけどそう生写真 そうめっちゃストレートでめっちゃストレートいいねってみんなから褒められたストレートいいねってその後々出る生自身にもそのストレートがね生かせている場所があるのでそうでもなんかだんだん不具合のなる基準が分かってきたのね私も <laughs> あこういう時にきっと不具合になる こここういううううういいいととににすると不具合にななっっっちゃうんだなっていうの分かったのねそうなんか送りすぎると不具合になっちゃうんだなっていうのに思ったから朝も今までニツ送ってた時もあったけど朝のニツは絶対にダメだったなって <laughs> 朝のニツ送った時不具合起きちゃったからあこれは無視やってなって <laughs> そうだから。 朝の蜜ツ送るなとしたらなんだろう30分ぐらい間隔ないと多分ダメ30分だと多分ダメか1時間ぐらい間隔ないと多分ダメだからそうなんですそうだから私結構朝蜜ツ送りたいタイプ <laughs> たまに朝早起きしすぎる時があるのねそうそうんか そうなんだよね私不具合が起きる時そうなんだよね朝2つ送った時が結構感覚ポンポンって送っちゃってで「不具合が起きてます」って言われて「なんで?」ってなって「<laughs> なんで?」ってなってでその後にあのに夜その別のまた違う日に夜ポンポンって送った時にも不具合が起きちゃって「あこれはも視や」ってなって。<laughs> そうなの、そうなんですそうなの、そうなのそう、推理あ、なんかこれなんだなって思ったからそう、もう推論的にあ、これは不具合だと <laughs> そう、推論もうシャンプーハットじゃないでしょうね、これ見つけたからそうなの、シャンプーハットじゃないの シャンプーハットじゃないよそうかんなんかそのなんだっけ写真が JPEGHEIF じゃなくて JPEG じゃないとダメみたいな <laughs> やったあったじゃないですかあの HEIF みたいなやつはあのー、あれじゃないですか 全然出てこない HEIF みたいなのは画像がなんか壊れちゃうらしくてそこから不具合起きちゃうよっていうのを言われたからあこれは不具合の原因でもあるんだなって思ったからあのそれはもう対策してる。なんだけどまたそれあれこの画像この時ちゃんと JPEG で送ったぞっていう時があって <laughs> そうだからそこで違和感を感じたのね。 あれなんでだってなってで朝いつ送った時にまた不具合が起きて5分ごとにメールが、あのー、更新違う5分ごとにメールがポンポンポンって送られるようになっちゃってなんでだってなってまた別の日にポポンって送った時に「不具合です」ってやって「これは面白い!」ってなったからそうそうそう <laughs> そう私 JPEG って言うからだから 自画像も GIF 画像って <laughs> 言うから <laughs> 自 f 画像も GIF 画像えでも最初なんか GIF 画像って言ってたんだよね恥ずかしいなそうそうなのよくわかんないんだけどそうなんですわからないんですわからないからいいかなそうもういいやーって いいいかななみたいな <laughs> そう、でもメールは届いてほしいって思いながら書いてるしこれもう届いた木で送ってるから送信してそのあとに一度添削みたいなの添削じゃないな何だろうな言っちゃいけないこと言ってないかとかそういうのを確認してくださる管理の方がいらっしゃってから改めて皆さんのもとに届くメールだけどその。 私たちはもう私たちっていうか私はもう「よし送信寝よう」みたいな感じだから届いてる気でもお休みされるのでそうだから届いてなかった時の朝起きてメールの返信見れる届いてないのって思った時にガーンってなる <laughs> そうでもどれがなんだろう昨日は不具合が起きてたとかそういうことがあるからそうそこは。 本当にすみませんご了承いただければと思います昨日はでもなんか今コメント欄見てる限りみんなも起きてたよーって言われたからあそうなんだと思って <laughs> そうなんだと思ったからそうそうだからまだまだ まだうんそうそうそうでも今日のメールはきっと届くと信じてほしい届けー <laughs> 届けー届いてほしいねあの昨日のメールは多分「公演30日出ます」っていうのも書いたからそううんうん30日出ますっていうのも あそ乾燥肌のやつはあれはもうただ単に私が送り忘れてたやつあの5時に送るメールのはずだったんだけどお見送りじゃなくてお出迎えに行ってたからなんやかんやで忘れてて「やばいこれ送りたかったのに」と思ったから「えい」って送っちゃった「<laughs> えい」って送っちゃったからチャットで「今から送るメールはちょっと違います」みたいな書いたはずあれ書いてなかったっけ送った全部私は都合がいいように頭の中で変換してるから。 ももしかししかかたら送ってないかもしれなれいけどそう30出るんだーっていうのともしかしたらもーしかしたらもーしかしたらトリックとかトリートとかいろいろあるかもねーっていうのも言ってたんだけど30日はねあのー大切なイベントの。 1> 1日前だからもーしかしたらもーしかしたらっていうことがありましてそれを送りたかったそう,そうそうそうかぼちゃーとかそうなんですそうそうだからそれにそう <laughs> <laughs> わせですねそう私は前回もう似わせっていうかもうネタバレをしたから <laughs> 今回は匂わせでいこうと思って。 今回はいつもそうしなきゃいいけないんだよねそうなんだよねだからみんなには平日なんですけど来てほしいなぁと思ったりしてますそう私ね毎月公演出演させていただく毎月公演出演させていただけているのでありがたいことにまあ30日本当にに出るかはまだわからないけど出るんだけど。 なんていうのまだ確定で出たわけじゃないから出る予定なので出たら毎月7月208月10日9月2110月30ええー、待って <laughs> ちょっと待って <laughs> なんかすごい幾何学的なんだけど7月20じゃんで8月10じゃんで21はまあ別だけどまた30なんだ <laughs> 10のつく日私出るのかなもしかして <laughs>。 <laughs> 21はちょっと違ったけどなんか10の10っていうか丸丸のつく日は <laughs> 私出るんですかねそういう運命なのかなそう9月21もまあなんやかんやで 9+21 は30なので <laughs> 9+21 は30だから全部ゼロだ <laughs> でもなんかすごい記念日が分かりやすいよね私の記念日記念日っていうか あの毎月毎年さなんか先輩方の投稿とか見るけど「あのー、今日で劇場公演一瞬うん劇場公演に出演してから1年が経ちました」とかそういうの見るけどめっちゃ分かりやすくないですか7月20 <laughs> 分かりやすいから覚えづれ確かにそうそうそうね全部10のつく日 21はちょっと例外って言おうとしたけど 21+9 は30なので <laughs> 全部0のつく日 <laughs> だなーってそうそういうのをなんだろう7月20めっちゃ覚えやすいなーって思うしそう初めての私平日公演なんですよ初めてですびっくりだよね初めてです私平日公演平日公演ってどんな感じなんだろうな 私前回配信で言ったと思うんだけど次に公演出演させていただく時が多分8回目の出演だからって言ったんだけど8回目またちょっと遠い話になっちゃってそう 7, 日7日7回目になりましたね明日は明日じゃない明日じゃない30日はだから7日目7日目じゃなくて7日目って言うとなんかまた違うからそう思い出いっぱい公演。 あそうだ思いのいっぱい公演7回目で何て言えばいいのその特別公演とかのさ日も踏まえると私はもっと出演してることになるのかな何か劇場公演今日で100回目を迎えましたとかそういうのがすごく欲しい <laughs> そう欲しいんですけどあそっか日向さんのが一番最初なのか 日向さんのがそっか最初なのかそうなのかそうなのか <laughs> 日向さんが最初なのかそっか,そっかそっかそっかサマーソングセットリストもねじゃあ何だ何があるほかそっかそっかあ周年公演はでも一回一度だけ出ただけだからどうなんだろうねわかんないよそ劇場公演デビューは7月20だけどってことん 本当は日向さんの卒業公演が劇場公演デビューだけれども記念日は7月20日みたいな感じ <laughs> ってことですかねそういうことかなそういうことにしようそう周年公演演部分出演そう数えるプロがいらっしゃるみたいなのでその時には是非あのメールの返信とかもう分かんないけど、あのー「今日で100回目です」って。 言ってくださったらあ、今日で8回目なのかっ <laughs> てそう思うのねそうなんです一部出演はねしないのねじゃあんだろう思い出いっぱい公演とかも前座とかは出てるけどあんまり前座の前座は別に数えてないんだもんね88回目も祝いたいやりたい88回目 あ、そっか。マッシーさんの卒業公演も部分出演なのか。そっかそっか。そういうことか。そういうことか。マッシーさんの卒業公演もね。そうだね。一部。あ、マッシーさん。<laughs> なんか今、頭の中にマッシーさんが。全座は昨日で60回目。ちょっと待って待って待って。って <laughs> 記念日普通に取り逃したんだけど。ちょっと待ってください。昨日60回目だったもん <laughs> だってあとんか普通に取り逃しちゃったんだけどえ半分っていうか100の半分の50はもう得に過ぎてたんだ <laughs> ちょっと待ってなんか記念日普通にさ取り逃しててちょっとびっくりしちゃったえ誰も教えてくれなかった <laughs> ちょっと待って嘘五50も取り逃ばしてるしさえ待ってあそうなんだ60も出てるのええー、<laughs> そっか嬉しいありがとうございます 50言ってた人いって待って本当にわかんない私わかりませんでした待って申し訳ないえ嘘 <laughs> ええええ嘘 ?50 言ってたうわも,もう申し訳なくて皮上げれない皮上げれないええー、そうだったんだえあ、そうだったんだ <laughs> ええー、<laughs> ちょっと待ってえ ちょっと待ってください。七日っていつだ。七日って結構前じゃない。へ遠くを見ちゃった今へ。あ、そっか。あ、そっか。あ、そっか。シャンプーハット。<laughs> シャンプーハットだから。<laughs> あ、そっか。え、五十、五十もう出ちゃったんだ、私。嬉しいな。嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そうなんだね。七日。七日だね。 ど,どの曲の日だなのかってかかととか違うな七日って何の曲やりましたっけねえー、あそうだったんだえっ、ー、そうだえでも私本当に前座のパフォーマンスはもう皆さんが分かってると思うんだけども一曲入婚みたいな <laughs> 公演ももちろん一曲入婚って感じだけど何て言えばいいの ほ本当に何か一曲に「コン」って感じがすごく伝わってて欲しいなと思うんですけど伝わってますか, <laughs> そ,うなんかそ,うそうなんか私がかっぴですす魂コメント歌ってますそうなの ね前座はね与えていただいた時間が5分っていう短くもあり長くもある時間だけどそ,うその中でどれぐらいのファンの人を釣れるかって勝負になるから本当に私前座があって何て言えばいいんだろうなよりみんなからあ魅力的な子なんだなって思って。 いたただけた気がするなんか前座最初の頃と全然違くなってるなって思う自分のなんだろうな前座のみんなが「あ見てくださってるんだ」ってすごく改めて実感するっていうか。そうなんか前座でよりあ 面白いそう青々が増えたっていう言い方すごく言っていいのか分からなかったから <laughs> なんか何とも言えなかったんだけどそう最初の頃に比べてすごく青々が青を振ってくださってる方が増えたなあってそれは前座のおかげだなとも思うしそうありがたいことに初日もたくさんさ泡を振ってくださった方がいらっしゃったんだけどそれは前座があってそこで皆さんがあの。 青を振ろうって思ってくださったと思うから、そうなの。すごく嬉しかった。そう、嬉しいんだ。嬉しいんだ <laughs>。あの私一応だけど、青の理由があの何本でも一色だから、あの初めて来たく。来てくださった方がペンライト1本しか持ってなくても私だってわかるじゃないですか。青1本で逆に私をたくさん押してくださってる方が何本持ってても。 変える必要がないから <laughs> そう、カチ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 ってやる必要がないからそう電池にねそう優しいっていうのもあるしあと普通に青が好きだしそう、好きな先輩ユナコさんのサイリウムカラーでもあるしそうなのそうそうだからなんだろうな私らしい色なのかなってすごい思ってたのあわおが。 青って私らしい色なななののかかっって思って思たのなんか私どういう色が似合うんだろうって自分でもよく分かってなくて「青」名乗っていいのかなって思ってたんだけどなんかみんなからすごい「青めっちゃしっくりくる」って言ってくださったから「あいいのかこれで」って「いいのかこれで」っ, <laughs> って思ってそう私本当に青が元々好きな色でもあったけど本当に好きな色になってるんです。 ほななんとに好きな色なんだ <laughs> そう好きな色なのそうなのほんとに好きな先輩方先輩のこのペンライトカラーだとなんか先輩だと誰がどうのとか調べてたのみんながそうでも私は絶対にゆなこさんって思ってて <laughs>「青たんてもめっちゃ青だしね そうめっちちゃ目立ちますしありがたいですそうそう,そう,そうでもこれに関してはメリーちゃんとも話しててメリーちゃんもあのリカさんがすごい好きだからあのペンライトに込められた意味とかもすごいちゃんと分かってる理解しててそうでなんかやっぱ2色別のも本当に可愛いけど1色だからっていうのにも意味が込められてるよねーっていう話を メリちゃんとしたことがあってそうなのそうメリーちゃんとそうなの <laughs> そうそうなの単色のメリットってこういうのがあるよねとかいっぱい話してたことがありましたねそう私たちメリーちゃんと私だけが4期の中で単色の子なんですよそうそうそうだからそう引き継ぎ がすごいなんだろうねでもみんな意外とアンナとかもね大好きな小熊さんのペンライトカラーだったりとかそういうのいっぱいあると思うめっちゃありますそういうのそうエモいよね <laughs> そうそうそういいよね私もそう思う 自分のこと言ってたんじゃないよ自分で今エモいよねってことじゃなくてアンナとかそういう好きな本当になんかでもアンナとかメリちゃんとか本当に好きなんだなって見てて分かる私も本当に好きだけどそう多分皆さんも分かってくださると思うけど本当に好きな人のペンライトカラーを何だろうペンライトカラーのアンナとか見てるとエモいなーって <laughs> エモいなーって思うけどそうなの。 そうなんですそうなんですそうなんですねっいつかまた別の公演があった時にはまた皆さん泡を振るう覚悟をしていただきたいしそうなんですそう覚悟をしていただきたいしあでも 青々に込めた意味とかいっぱいあるんだけどそのゆなこさんがどうして青はなんだろうって思った時に調べたら何かゆなこさんはなんだろうそんなに決めた時はパッて決めたんだけど改めて考えた時に青森出身だから青って言っててあいいなーって <laughs> いいなーって思って私は新潟出身だけど青もなんて言うんですか 一番星空に近い色だしそう <laughs> そうなんかみゆみゆさんが藤崎の藤藤色と藤色の紫とバナナの黄色でっていう話をしてる時にゆなこさんが青森の青って言った <laughs> そうそうなんかそうそうそう,そういう話をしてた。 のを見ました勉強になりました全然私も勉強になりましたみんなが本当になんかでもそういうのをさ改めて振り返っていくとあこんなこと考えてるんだなってあそう話したことあったルアさんがあのルアさんと一回お話しした時に「ペインライトカラーってもう決まったの?」ってルアさんに言われて「 いやまだなんですってあの「候補はでも取りました」って言った時に「ルアさんのペルネットカラー赤青だけどどういう意味なんですか?」って言った時に「あのルアのル」が瑠璃色の「ル」で青とア「ア」がくれないで赤だから赤と青なんだよって言っててめっちゃ考えるあすごい <laughs> って思ってなんかすごいなんだろう謎が紐解いた瞬間っていうか謎ではなかったけどそう。 なんていうのなんて言えばいいんだろうなそう深いんだなってそう思った時があって青青以外は選択肢なかったかもそうあのだってこれ何回も話してるかもしれないんだけど私青青あおで青いちゃんもそのあいっていう名前だから青いちゃんも青青なのかなって思ったんだけど青いちゃんも水色と青色っていう候補が最初からあったから。 もう私は誰とも被らずあわを, <laughs> を突き抜けたからその何て言うんだろうなじゃんけんとかそういうのもなかったんだけどでも何も考えてなかったかもあわ以外あわがもしダメだったらこの色っていうの全然考えてなかったそうなんかそうなんですそう青いちゃんが水色違うあわかなと思って青いちゃんがあわを選んでたら 絶対に葵ちゃんの方がいっていう名前だからふさわしいからそうなんて言えばいいの葵ちゃんに譲ろうと思ってたけど葵ちゃんが葵じゃなかったからそうそうなんですだから私はもうなんて言うのかぶらず葵をいただけたんですけど先輩方とねいろいろ 被っちゃいけないとかもあるからそうなのでも何も考えてなかった今本当に思い出すけどこの色もこの色いいなっていうの何も考えてなかった <laughs> 本当に何も考えてなかったなえ何っぽいですか逆に青以外もう私考えられてなくて考えてなかったなそう全然考えてなかった あそうなあちゃんが赤白だったんだけどなあちゃんがあのー、後々 NGT カラー良くないですよねってスタッフさんに言ってた <laughs> そうなあちゃんはその別の理由で赤白を選んでたんだけどそう良くないですよねってスタッフさんに言っててそうそうなんです 緑青あっていますっけあでもチョコミント最初からチョコミントチョコミントって言ってなかったからそう言ってなかったんだけどあっそっかそうだねあそうそうそうなんかな々ちゃんが言ってた記憶あるそうで 赤紫に変わって今ではなんかもう「ペパーミントグリーン」とか言っちゃって <laughs>「皆さんの好きな色は何色ですか?」「ペパーミントグリーンペパーミントグリーン」ってなってあのなんだっけ「NST 祭」の時もなっちゃんがキャッチフレーズの時になんかなんだっけ「なんちゃら色」って言ってて「何色?」んうん?うん」ってなってて <laughs>「うん?」 ん？ってやってたらコマが <laughs> めっちゃ笑ってた <laughs>。コマが私のことについて笑ってた <laughs>。そう。私な何ん？え？ってなってたんだけど、その毎日のその日の色ね考えてるらしいです。なっちゃんは今日の色みたいなのがあるらしくて。そうそうそう。<laughs> 「NST 祭」の自己紹介なっちゃなん何て言ってたんだろうあれ何色って言ってたんだろう <laughs> 改めて分からないけどそう「NST 祭」楽しかったですね本当に「NST 祭り」「NST 祭」はなんだろうなでもとにかく焦ってた MC っていうか「皆さんこんにちは」がもうほん緊張しててそれでもう 緊張するってなってたんだけどそれが言える言えてたよね大丈夫だよね私言えてたよね大丈夫だよねみなさんこんにちは NGT484 期研究生ですまずはじめに「NGT48 何かがいる」2曲続けて聞いていただきました「ありがとうございます」が「 もう言えるかなもう大丈夫かなってめっちゃ昨日の昨日の前日の夜にめっちゃ練習してはッはみたいになっててもう通しリハを何回もしててそうなのなんか「NGT48 歌って何かがいるやって」で、一位置にいたね「みなさんこんにちは」って一人で鏡の前でやってたの <laughs> そう鏡の前でやってたんです皆さんこんにちは NGT484 期研究生です とかめっっっちゃやってたたんです頑張ったのだから、あのー、私は演技でじゃあまず初めに私たち4期生が自己紹介、うん、4期生のこと知っていただきたいので自己紹介をさせてくださいって言ってでえー、とまずは「あおちゃんから」って言ったんだけどもともとあおちゃんだっていうの知ってたから <laughs> あれはめっちゃなんか演技っていうか知らないフリッシュだっていうかまずは「あおちゃんから」って言ったんだけど。 そうあれはなんて言えばいいんだろう今言ったら「やらせ」て言われるかもしれないけどそうなんです声のトーン違う全然違ったよあの NST 祭りの時もうなんか「みなさんこんにちは!」って感じだったもん <laughs> そうなんかもう緊張してたし NGT48 でもう喉がカラカラだったしそう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 なのでゆ あおちゃんだなーってでもあおちゃんがかわってこっちにいてくれたから「あおちゃん!」ってなったなん <laughs> か私本当にあおちゃん魅力的だなってすごい思うかわいいかわいいってなんだろうアイドルとして素晴らしい <laughs> ちょっと気持ち悪いなアイドルとして素晴らしいなんかあおちゃんがなんて言うんだろう 心から楽しんでる人の顔をしてるから好き <laughs> 私は心から楽しんでないかって言われると私めっちゃ心から楽しんでるんだけどそうそう好きあおちゃんの笑顔いいよねそうなのスタイルもいいし顔もちっちゃくてスタイルがいいし顔かわいいし髪質がねすごく綺麗だしそうなのだから なんか青ちゃんん本当にいいいいですよいいですすよよ <laughs> なんかそのあの何て言ういきですか皆さんに浮気しろって言ってるわけじゃなくてそう浮気してーって言うあ思い出した浮気で思い出した浮気で思い出したって言うとちょっと良くないことになるかなと思ったけど別に浮気が全く関係してるわけじゃないんだけどあ,のあれを書き始めました私あれをね書き始めました待って50分なんだけどね 聞い,ていたよ私全然話すからねまだめっちゃ早口になりまーすあれ書き始めましたあのー、サイン入り生写真を書き始めましたーイエイめっちゃ書き始めましたなんかみんなにそのね宛名じゃないからすごくランダムに誰にどれが届くかわからないけれどもどれが届いてもいいように 楽しいふうにはなってるはず楽しいっていうかメッセージはついてるはずなのであのみんながきっと私のことが三押し二押し三押しとかで買ってくださった方もいらっしゃるからそんな方に私のことを知っていただけるような。 あの「あんなにサインめっちゃ大変でしょ」って「サイン書くだけでもめっちゃ長いのに」って言われたんだけどそうなんだみゆみゆさんにも言われてたんだよってみゆみゆさんにもあの私たちがさ「ニコ生さん」で初めてサインをお披露目しますみたいな時あったじゃないですか4期生みんなのこと知ってもらおうっていう時にサインもね一緒にこうお披露目したんだけど。 その時に確かみゆみゆさんが同時視聴してくださってて「色かんぴーの際絶対難しい」って <laughs>「絶対大変だよ」って言っててで「そう言ってたんだよ」っていうのを言ってくださったんだけどでもめっちゃ可愛いよって <laughs> 褒めてくださったからそういいんだけどそうそうそかいりさんが「漢字だ!」って言われてたまに字体が結構なそう、なんかこうなっちゃう時とかもうキュッてなる時もあるし。 そうなんですそ,寄せました今 <laughs> そうそうそう,そうえでもなんか逆にもう漢字のサインだからこそ雑にならない丁寧常に丁寧に書けるからそれはみんな何だろうな雑に見えないと思います雑じゃないしってか <laughs> 一個一個時間かけて書いてたし昨日の夜も。 ダンスを覚えながらダンスの休憩中に書いてダンスを覚えて休憩中に書いてみたいなやつだったからなんて言えばいいんだろうななんか一つ一つ楽しくて書くのが私半分もう書いちゃって結構ね自分で言うのもなんだけど自分で言うのもなんだけどっていうとおかしいかそう量がね結構あるんだけどもう半分書き終えました昨日の 朝,もなんか朝早く起きすぎて和室とかめっちゃ漁さってたんだけどあ生写真書けばいいじゃんと思って書いてました朝でお母さんが起きてきて「おはよう」って「何してんの?」って言われたからこれは私は今内職みたいに見えるかもしれないけど精一杯魂を込めて書いてるんですって言ったら「ふーん」で終わりました <laughs> 和室なんかなんでだろうな和室に行きたかったんだよねわかりますでも分かってくれないと <laughs>。 和室に行きたかったんだよね。なんか？おととい和室で寝たのね。おととい。土曜日、日曜日かな？和室で寝て。土曜日か土曜日和室で寝てで和室いいなあと思って。朝起きてなんか何もすることがないと思って。別にお腹も空いてないし。だから和室に行きたくて。和室行ったらなんかウィーリモコンがあって。そう、押入れ。 開けててててて何がどこに入っっるんだろうと思って見てたのねそしたらあこういうのが入ってるんだなってまあ布団なんだけどほとんどこっちになんか棚みたいなのがあって棚あさってたらウィーリモコン見つけて <laughs> そうウィーリモコン見つけちゃってそうウィーリモコンを見つけましたそうなのいやなんかカセットみたいなの頭の体操のカセットと ウィーフィットネス <laughs> あののあ板板も見つけましたこういう分 <laughs> かるかな w e e f i t n e っていうのがあるんだけどフィットネス合ってるかなそのここの台みたいなのがあってそれに上に乗ると体重とかあの今どっちに重心がかかってるとか分かるんだけど <laughs> そういうのも置いてあってあここに決まってあるんだ <laughs> って思ったんだよねそうそうなのウィーフィットネスお母さんがやってた。 待って5分5分で足りないってばだからあの私めっちゃ時間配分下手かもしれないえでもさ私今日ずっと喋ってた記憶あるけどそんな,なんていうのなんていうのそんなシーンってなる時間なかったと思うんだけどどうですかまあ皆さんもウィー楽しもう <laughs> ウィーやりましょう,そう最近楽しいですよ最近楽しい常に楽しいけどそう <laughs> 楽しいですよ 今日テンンションとかもそう荷物がなんといっても届いたので <laughs> 荷物が届いたしあと明日お話し会だからもう <laughs> 早く話したい気持ちが先走り過ぎてるのかもしれない <laughs> 恥ずかしいなそうはいじゃあ男女見しますいっぱいまだ話したいので、はい、13位勝さんありがとうございます12位船木さんありがとうございます11位オクタゴンさんありがとうございます10位亮太さんありがとうございます 9位敬�遭さんありがとうございます8位ゆうくんありがとうございます7位かんちゃんありがとうございますよし6位なおくんありがとうございます5位だからさんありがとうございます4位ビルバラさんありがとうございます3位民の助さんありがとうございます2位もつさんありがとうございますそして1位かわさんありがとうございますありがとうございます本当にありがとう 本当にね今日も1時間ほどお付き合いありがとうございました本当に今日はゆっくり寝てくださいね私もめっちゃ寝ますしアイロンかけて明日の荷物をまとめてお風呂に入ってあとなんだろう髪の毛とかもしっかり整えて明日皆さんにお会いできるのが本当に楽しみ本当に楽しみ本当に会いたい早く会いたい <laughs> 本当になんかあっという間なんだよね猫耳あスクショしますなんか T シャツなのにこれっていうねまたおかしいやつなんですけど <laughs> 明日その格好ねえこの格好で外には行きませんよしっかりあのもう。 人間になって人間になってっていうと常に人間じゃないって思われるから人間になっていきたいと思いますああのさなんか猫ミームの猫わかるみんな猫ミームの猫わかりますそうこれ10月6日だから明日は見れないんだけど猫ミームのさなんかって猫わかるっていう猫めっちゃ似てるなと思ったんだけど似てないかな なんか何とも言えない顔をするときにっていう猫がいるんだけどそういう猫の顔を真似できます私はいそれだけそれだけ待ってねそうやばい人じゃないしそうそうなのそうみんなには知りてほしいしやばいなんかもう話し足りなくて話し足りないんだけど何話せばいいのかもう分かってこなくてなんていうの 猫ミーム歌っとく？猫ミームって歌あったっけ？なんだっけ？なんだっけ？ハッピー、ハッピー、ハッピーか、思い出した。ハッピー、ハッピー、ハッピー。ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。ハッピー、ハッピー、ハッピー。ちびちびじゃまじゃま。やばい楽しい、楽しいどうしいよ。本当に楽しい。待って、ちょっと待って、もうちょっと待って。 おもしろいなこれうんめっちゃ恥ずかしいなこれハッピーハッピーハッピーめっちゃ恥ずかしいこれなんだこれなんかめっちゃ恥ずかしいんだけどハッピー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 、ええ？ちょさっきある待ってまあいいやもう終わるからハッピー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 んんんん。

<laughs> 長いな。